ました、マイナス15度の流氷を体験できるということで、この薄いコートだけを借りましたが行ってみたいと。寒いよ。わーすごい。寒いよ。あー寒いです。アザラシがいるよ。本当だ。あのね、走ったらね、自分の風で寒い。寒い。さあ、怖いよ怖いよ。回すよ。あ、これちょっと鼻鼻タオル持ってきたらよかった。スーパーうまい。頑張れ。コールまで回して。あのね、ハーハーする息がね、冷たくて入らない。あ、待って、やばいよこれ。この手ぶれしてるのは私も回しているから。ほら、コウタ。あらすごい。コウタ。もう寒い。もう寒い。寒い。あ、コウタ。コウタ。コウタよ。凍りました。コウタ。ちょっと私の回し。後ろからイッちゃんのことをアザラシがガン見してる。流氷はどんな感じ？あのね、冷たい。だろうね。冷たい。本当の流氷。続きは？今日も冷たい雨が降る。微妙に似てるのに腹立つわ。君の引き継がれて。見て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 。ちっちゃいのは家計もんだね。家計もん、うん、大きい方。大きい子は誰？大きい子が弁天なんとかです、うん、ちっちゃい方が弁天。わーお。あ、そうなの。わーお、うん、丸えもん。丸えもん。わーお。あ、そうそうそう。牡蠣知ってます。松毛市の牡蠣です。うん、濃厚なやつ。濃厚なやつ。あーあーダメだ。そして噛み締めてからのうまいね。うんうん。そして汁を飲む。おいしい。ペロッとしない。ペロッとしたよ。ペロッと2回したね。そしてお酒。さあ、お酒なに？福塚さん。福塚さん。純米大吟醸。釧路のお酒。と、厚木市の牡蠣。私ね、人生で2回牡蠣に当たったことがあるんです。でも食べるよね。でも食べる。離れられないの。そんなに。傷ついても好きになっちゃうの。何言うとんの。なんか焼き鳥を頼むと豚肉の串が鳥ってついてるのね。え、じゃあ私らが頼んだのは焼き豚弁当や。豚串が。嘘。そう、焼き鳥弁当って書いてある。なんでそんな嘘つくん。あ、ほんまや、豚が書いてある。湯沢さんに言われるまでずっと鳥焼いてると思った。箱だってよ。超面白いよ。マジかよ。衝撃。注文したのは焼き鳥弁当です。でも豚肉だって。まあ、ちょっと食べてみたら分かる。豚串らしい。衝撃だよ。